耳かき草は、タヌキモカに属する多年生の食虫植物。またタヌキモカタヌキモ族のうち、本種に近い生活体制をとるものを総称するのでも、ある。日本での本州以南や、中国からマレーシア、オーストラリアに分布する。湿地の湿った地面が、ごく浅い水域に出現し、時に、水田でも見られる。多くの都道府県にて、レッドリストに指定されている。 出現に生育するごく小型の植物であり、おそらく花が咲くまでは見つけるのが不可能に近い。茎は泥の表面近くを横に走り、地上部として小さなヘラ型の葉を持つ。葉は薄くて黄緑色、長させいぜい8ミリメートル、湿った地表に張り付いているのが普通。また、捕腹系から泥や冷炭の中に地下系を伸ばす。この地下びには地上用にも、 補充脳をつけ、ミジンコなどのプランクトンを捕食する。カキは生育地の環境によって異なるが、おおむね7月から9月頃。高さ10センチメートルほどの家計を伸ばし、先端に黄色い花をつける。花は、いわゆる神経花で、その基部には真下に向いた虚がある。花弁の基部には上下2枚の学編があり、花後にはこれが残って果実を包む。 その姿が耳かきに似るのが名前の由来である。ありがとうございます。